アルファリーダーより各班、状況を報告しよう。地上は全てクリア。アルファ3、地下は B3 までクリア。残るは隊長たちの最下層のみです。了解だ。警戒しつつこちらに合流しろ。アルファ2、了解。アルファ3、了解。開けてくれ。これは大将、資料にあったボスコノビッチの娘に似ているが、博士の娘はすでに死亡していたはずです。じゃあこの娘は一体誰だ。
全員無事か？なんとか。大丈夫です。隊長。すまん。この音。あなたは誰？俺は。ここは一体。君は誰だ？記憶をなくしているのですね。私はアリサ。アリサ・ボスコノビッチ。Thank you.
前に崩れそうだ。でもここを離れてはならないと。お父様、そんなこと言ってる場合か。一体何が起こった？どうだ？回収完了しましたが、隊長だけがまだ。そうか。それは隊長の。ああ。オメガワンよりロメオリーダー。正規軍が急行中。直ちに撤収せよ。ロメオリーダー、了解。撤収するぞ。ですが副長、隊長が。忘れるな、この場合撤収が優先だ。行くぞ。はっ。ここまで来ればもう大丈夫だろう。はい、周辺に異常は見当たりません。大丈夫ですか？ああ大丈夫だ。君はなぜあそこに？私はお父様を待っていました。お父様？はい、ボスコノビッチ博士、ロボット工学の権威で私の父です。あの場所は父の研究所になります。どうしてそんなところに俺は。あなたが身につけているのは鉄拳衆の装備です。三島財閥のデータベースにアクセスしてみたのですが、あなたに関する情報は全て消去されていました。現在あなたを発見次第拘束、もしくは抹殺せよとの指令が全軍に発令されています。抹殺？俺を？はい、データに記されている身体的特徴は全て一致しています。俺は一体。あなたは一時的な記憶障害に陥っているようです。爆発に伴う外的要因によるものと思われます。記憶障害？記憶障害については未だ効果的な治療法は見つかっていません。時間の経過、もしくは催眠療法で早期を促す場合がありますが、どれも決定的な治療法でないのが現状です。つまり記憶が戻るまで待つしかないということか。残念ながらそのようです。優しいな君は。だがこれからどうすれば。俺はこんな状態で命まで狙われている。
5年前まで G 社の研究施設として使用されていた場所がこの先にあります。現在は無人のようですが、正確ではありません。とりあえず行ってみよう。これからのことはそこで考えればいい。はい。What a mess.襲撃者たちは反乱部隊に間違いありません。彼らは G 社の急襲を受けて双方ともに全滅した模様ですが、死亡者ラース含む反乱部隊の遺体が現在も発見できていません。また内部で発生した爆発で大半はこの有様です。ただ気になることがありまして、当時警備をしていたのがその特務のようなのです。That's strange. The lab has its own security force. The secret service wouldn't be there. ですが、回収した遺体はすべて特務のものでした。The secret service is your unit. Care to explain?Anything else? 当日ここのサーバーに本社から大量のデータが送信されています。情報局に確認を取りましたが、ログなども含め発信源は現在も特定できていません。I don't like the sound of that. Keep investigating. はっ。 So what now?They're another Tekken force we're talking about. We can't afford to have them running loose. 対処はする。だが、今ではない。They're not kidding around. Are you gonna wait until it's too late? We've already lost two key positions. 落とされたということは、その程度でしかなかったということだ。What? ヘリをこちらに回してくれ。Going somewhere? 例の場所だ。お前の死を救いたいという思いに俺は応えた。 I know. I'll hold up my end of the deal. 期待しよう。I've done a little research on you.How did you get yourself into such a predicament? 記憶がない上に命まで狙われているからな。 Well, I'd love to stick around and help, but they need me back home. I never did get to face Asuka Kazama. C'est la vie. 大変そうだな、君も。ところで、あれは本当にもらっても。Somebody gave it to me, but I can't stand the thing. It's hideous. So now I'm giving it to you. 送り主には悪いが、こちらも困っていたんだ。ありがたく使わせてもらうよ。 Well, time to go. Make sure you finish Jinkazama. Or else, I'll kill you.
風間仁か。ご期待に添えるよう努力するよ。行こう。はい。君は怪我はないようだな。俺は君とかなり親しかったみたいだな。なんとなくだがそう感じる。ナース、お前本当に記憶を。あの娘はこの先にある研究所で出会った。名前はアリサというらしい。ところで君たちは。俺は東郷、お前率いる反乱部隊の副官を務めさせてもらっている。反乱部隊？俺が率いているだって？そうだ。待ってくれ、冗談だよな。戸惑うのも無理はない。だが事実だ。あの日お前は三島財閥の重要拠点であるあの研究所を吸収した。だがそこで予期せぬことが起こった。 G 社の介入だ。あの惨状を見た時にはどうなることかと思ったが、とにかく無事で何よりだった。じゃあ俺だけが生き残ったのか。ああ。とにかく一度タイに戻ろう。今後のこともある。間違いないのか。本当に俺は君たちの。ああ、事実だ。だとしても俺は。今部隊は吸収チームが全滅したとの報告で混乱している。できれば一刻も早く戻ってもらいたいところなんだが。すまない。分かった。当面は俺の方で何とかしよう。ただしお前が戻るまでだ。すでにお前の生存が三島財閥と G 社に伝わっている。単独で行動しているお前に連中がどんな手を使ってくるか分からん。くれぐれも注意しておいてくれ。まあお前のことだ。そう簡単にやられるとは思えないがな。何かあった時はこれで連絡してくれ。専用の暗号回線を用意した。とりあえずは傍受されることもないだろう。ありがとう。それと忘れ物だ。これはお前のだ。あの研究所に落ちていた。悪いがこれは受け取れない。今の俺には。そう言うだろうと思っていた。お前が戻るまでこれは預かっておこう。頼む。これからどうするかはお前次第だが、まずは三島平八に会ってみてくれ。以前お前は奴に会う必要があると言っていた。何がきっかけで記憶が戻るかわからんからな。俺とその三島平八とはどんな関係が。さあな。
お前は自分のことは決して語ろうとはしなかったよ。誰に対してもな。じゃあ俺たちは撤収する。こうしているだけでも目立って仕方ないからな。あの方たちは？どうやら味方らしい。何か？没什么，只是觉得你的眼神很像一个我熟识的人。あなたは三島財閥をご存知ですか？当然知道。也许可以说我对其知之甚多。今の状況は？どうお考えですか？这实在是太危险了。虽然出现了很多像你这样的背叛者，但是三岛财团光凭现在的战斗力，也完全能和全世界抗衡。对吧？看来情况不会比现在变得更好。风间人是个正直。正因为如此，他绝不会对这个世界和三岛的血还有神秘的 Devil 的力量等这一切置之不理。ですが今の私では。这也不一定。或许你能阻止人。虽然我不知道你失忆之前是怎么想。对了，那个女孩你认为怎么样？她可是非常危险的。何かご存知なのですか？那个女孩所在的研究所历史也已经很长了，她一直作为三岛财团的外部研究机构进行着研究活动，不知道会发生什么事情，大家都要小心。肝に銘じておきます。我们走吧。はい。今后如果你有机会遇见三岛平八，你可以问问关于他在南美获得的碑文的情况。或许能够从中得到这个三岛财团的一些线索。碑文ですか？わかりました。アリサ。はい。どうした？君は三島平八が南米で発見したという碑文の話を聞いたことはあるか？ずいぶん前になるが、遺跡の調査で派遣された部隊が壊滅状態になったという話は聞いたことがある。それがどうかしたのか？今回の三島財閥の動きと何か関係があるらしい。気になるな。この件は俺が調べてみよう。何か分かったら連絡する。頼む。私も三島財閥のデータベースを検索してみました。
鉄拳衆が派遣された遺跡調査に関するデータはあったのですが、どこにも碑文についての記載はありませんでした。君でも調べられないとなると、あとは彼からの連絡を待つしかないな。这样就可以了吧 ？Yes。不过，人和伊巴的冲突竟然会让全世界，我还不能接受这个现实。The lore of my people speaks no lies. Already the signs manifest themselves all across the planet. 或许，最终他们才是拯救世界的关键人物。你眼光不错，或许他们真的能做到。He can. 。Who are you? I have no business with you. Jean Kazama, you have been warned. Stop your warring before it is too late. 付き合っている暇はない。 6 months have passed since the magic that binds this place was broken. And now events are unfolding just as the legend foretold. This world is headed for destruction.その伝承が間違っていたとしたらどうする。 What are you saying? 古の民の末裔であるお前が何も感じないのか。俺は遺跡が出現した直後から調査を続けてきた。その兆候は感じていたが、今日それは確信に変わった。奴の帯同はすでに始まっている。You speak as if you actually know what these ruins hold. 太古の時代、調整者と呼ばれた存在、それを祀った神殿がここだ。名はアザゼル。 How do you know that? Answer me!How is it you know that? 知ってどうする。それで何かが変わるのか。 No, but 全ては動き出した。もう誰も止めることはできない。俺以外はto go. The G Corporation is up to something. Welcome. I will end everything.There you are. You sure you want to let him go? Ah, 手は打ってある。問題はない。All right. You need to come back.Kazuya will be at headquarters in a few days. With that minx.
全てが動き出した。あとは。For them, you mean. This should be fun.じゃあ、三島兵八はそこに。ああ、だが問題が一つ。かなりの数のシークレットサービス、それも元鉄拳衆が警護している。そうか、分かった。また何か情報が入ったら連絡する。頼む。彼女は戦闘用として開発されたことは間違いない。これまでの彼女の戦いが全てを物語っている。对了，那个女孩你认为怎么样？她可是非常危险的。どうかしましたか？いや、何でもない。次の目的地の情報を教えてくれないか。はい。これから向かう場所は市街地の北部の山岳地帯です。至急ご報告したい件が。話せ。は。例の反乱部隊がボスコノビッチの研究所を襲撃したようです。何？その後 G 社も現れたようで、互いに戦闘の末全滅した模様です。カズヤまでもがあそこに関心を持っておったとすると、何かがあそこにあったことは確かなようじゃな。まあそれはそのうちよ。それよりも反乱を起こした連中について何か分かったか。は。部隊の規模ですがおよそ3万、死亡者はラース・アレクサンダーソン。彼の経歴については本社のデータはおろか、ここにある記録すら全て抹消されておりました。このラースですが、先の作戦に参加していたようなのですが、現在も死亡は確認されておりません。これだけのことを起こすようなやつや、そう簡単にくたばるとは思えん。そのラースとやらをこちら側に引き込むことができれば、あの忌々しい陣に一泡吹かせてやれるかもしれん。これは何としても手に入れねばならんな。連中を追え。どんな些細な動きも見逃してはならん。行け。さあ。少しめまいがしただけだ。わしを圧倒するほどの力と技、もしやお前は。
今の戦いで全て思い出すことができた。この血を引く以上、お前のように衰えていくことは避けられないということか。何？お前が北欧で指揮した作戦を覚えているか？まさかお前は。察しがいいな。もしやとは思っておったろう。だが今はそんな話はどうでもいい。俺はお前を倒すためにここに来たんだからな。わざわざ訪ねてきたからにはわしと手を組むつもりだと思っておった。勘違いするな。それに三島平八ともあろう者が他人を当てにするとはな。わしが貴様ごときよ。ふん、うぬぼれるな。お前にはもう用はないと言いたいところだが、その前に南米で手に入れた碑文の在りかを教えてもらおうか。なぜそれを。あれの存在はわしと数名の者しか知らぬはず。お前をよく知る人物から教えてもらったのだ。ワンのジジイミ、余計なことを。どこにある。あれはある場所に厳重に保管されておる。手出しはできんぞ。答える気はないか。ならばもう用はない。いけません。そこどけ。お父様に銃を向けるなんていけないことです。そやつの方がよほど物分かりがいいようじゃ。少しは見習ったらなりゃ。減らず口を。ダメです。このわしを倒せると思うな。当主に返り咲くことなんて諦めてサーカスに転身したらどうだ。ほざけ小僧。どうした。例の碑文の件分かったぞ。三島財閥の本社地下施設に保管されているらしい。そうか。また何か分かったら連絡してくれ。了解だ。聞くまでもなかったらしい。だが忘れるな。お前は必ずこの俺が倒す。よろしいのですか。放っておけ。そのうちまとめて手に入れてくれるわ。あっちは任せ。俺はヤツ。
大丈夫か？はい、問題ありません。エクセレントな戦いだった。さすがは鉄拳衆でも最強と呼ばれる部隊を任されただけのことはある。ところで、これは憶測に過ぎないが、君は三島家と何か関係があるのではないかな？事情ありか。まあいい。噂の反逆者殿が私に用とは。あなたは独自に三島と爺社の情報を集めていると聞いている。そういうことか。確かに私の友人は多い。三島側にも爺社側にもな。どういった情報が必要かは分からんが、いいだろう。できる限り協力しよう。ありがとう。しかし、あれだけの兵をまとめ反旗を翻したからには相当の覚悟だと思うが、本気で奴らとやり合うつもりなのか？無論だ。今奴を陣を止めなければ取り返しのつかないことになる。どうだろう、私と手を組むつもりはないか？申し出はありがたいが、あなたを巻き込むわけにはいかない。私は構わんのだがね。彼らとことを構えるなど、むしろ望むところなんだが。すまない。いいさ、気が変わったらいつでも連絡してくれたまえ。私はいつでも君たちを歓迎するよ。失礼。私だ。直接連絡してくるなんて珍しいな。何？すぐにそこを離れろ。おい！どうした？友人がトラブルに巻き込まれたようだ。彼女は爺社の研究施設で働いているんだ。あちらの情報を定期的に流してくれていたのも彼女なんだ。俺たちも爺社には用がある。彼女のところへは俺たちが。エクセレント。行くぞ、アリサ。はい。彼女に関する資料だが、何かの役に立つかもしれない。彼女は必ず。これから合流する。準備が完了次第作戦開始だ。了解。皆お前の帰りを心待ちにしている。ああ、ようやく帰れる。じゃあ後でな。どこへ帰るのですか？俺のいた部隊のことだ。あそこが俺のいるべき場所だからな。帰れる場所があるものは幸せだと昔お父様が言っていました。お父様か。さあ行こう。はい。どうだ？やけに静かだ。間違いなくこちらには気づいているはずだったが。待ち伏せは覚悟の上だ。すでにこちらの準備は整っている。爺社側も指示を待っているところだ。いよいよだな。ああ、全てはここからだ。突入後、隊の指揮は任せろ。お前は存分に暴れていいぞ。そのつもりだ。アルファリーダーより各隊、状況を開始する。データ了解。エコー了解。ボックス了解。さあ、俺たちも行くぞ。
not bad. But this is the end of the road. アリサ、限定モード解除。システムを再起動しろ。アリサ、どうした？声紋および生体データの照合、風間陣からの指示を確認。システム再起動します。10、9、8、7、6、5、4、3、そこをどけ。1。どうしたんだアリサ。
がわからないのか。待機モードです。指示願います。待機モードです。指示願います。彼女に何をした。まだわからないのか。そいつは俺のために作られた。なんだと。そうとも知らず、お前は今までそいつを連れ回していたわけだ。おかげでお前たちの動きを完全に把握することができた。最初から仕組まれていたのか。そうでもない。 G 社の介入とお前の記憶喪失、複数の要因によるもの。結果としてはうまくいったが。チッ、そこをどけ。待機モードです。指示願います。そいつを排除しろ、アリサ。ラース、お前がアリサを倒すことができたのだ。その時は俺が相手になる。やるしかないのか。風間陣からの指示を確認。排除します。You alone? Ah, where's the girl? This is getting us nowhere. Jin must have headed to the desert. I'll go after him. What about you?決着はまだついちゃいない。 Then get moving. What's the hold up? なんでもない。行こう。来たか。あとはお前だけだ。
ました。あなたは本当に強い。あなたとだけは戦いたくありませんでした。でも私は風間仁を守るために作られた存在。背くことはできなかったのです。短い間でしたが、あなたとの旅は本当に楽しかった。私を人として接してくれた。嬉しかった。やはりその程度か。なんだと。所詮ガラクタでしかなかったということだ。面白いな。情でも映ったか。お前を守るために彼女は犠牲になった。その事実に変わりはない。当然だ。あれはそのために作られた。結果はこのざまだ。きっかけはあの女だった。繰り返し頭に響く声の正体を知ったのはザフィーナか。ああ。だが聞かされた話に俺は違和感を覚えた。アザゼルはすでに精神体として復活を遂げていたからだ。奴の復活は必然だったとでも言うのか。俺とカズヤ、二人の存在が鍵だった。でも奴は万物が発する負のエネルギー、我は実体化を果たすとアザゼルの思念は語っていた。その時こそが唯一のチャンスだ。だからこの戦争を起こしたというのか。奴を実体化させるために。そうだ。俺はやらねばならなかった。デビルの力を持つ者として。だからといってお前が起こしたことが正当化されるわけじゃない。では聞こう。世界、国家、民族、宗教、それらが持つ論理で何を成し遂げてきた。それはこれまでも人は武力という名の恐怖に怯え、暴力によって支配されてきた。そんな歪んだ世界を誰が救える。俺はアザゼルとの戦いの果てに互いに消滅することを望んだ。その時こそ俺はこの呪われたちの呪縛から解放され、結果
世界は救われる。だが一度だけだ。次はない。しかし、奴は俺が倒した。お前は何も分かっていない。言ったはずだ。倒すことができるのはデビルの力を持つ者だけだと。そう、俺以外にはな。俺は全てを終わらせる。何をする気だ。あなたは知っていたのか。 Yes. But what's done is done. Jin. Jin put everything he had into this one moment. It's not for me to judge if he was right or wrong. Maybe you're such a saint, you think you can. But somehow...I doubt it. そっちはこれからどうするんだ? Thanks to you, the higher-ups are finally starting to get the picture. They're going to send a unit to investigate. Once I get back to civilization, I'll help them get started. 連中が来る頃には、遺跡は砂の中だぞ。 This was way over our heads to begin with. I figure I'll just entertain them for a while and they'll be on their way. 同感だな。You have to wonder, did Jin Kazama really want it to end like that?
他に思い当たらなかった。エクセレント、君には大きな借りがあるからな。そうだったな。それで彼女は？少し時間をもらうことになるな。とにかくシステムが複雑すぎる。さすがはボスコノビッチ博士、実にエクセレントだ。よろしく頼む。任せておいてくれ。How'd it go? なんとかなりそうだ。 Good. これは? Togo gave it to me. Said to make sure I returned it to you.あんたには世話になったな。 Don't thank me just yet. Tomorrow, we might be enemies. あいつが忍者だということを忘れていたな。俺だ。了解。すぐに向かう。Status.We only just arrived here, sir. Nobody's gone near it. Take me there. Who found him? A spy drone circling the vicinity. There are no footprints in the area. I think it's safe to say we're the first ones here, sir.The specimen and pack things up. On the double. Yes, sir. Why can't I be wrong just once?